Thank you.
しました。それではですね、次のお届けする曲は今度はラジオの作曲家アントニオ・コンカンショビのナンバーで、古田氏の演奏、ジンガロという名前でも親しまれているエモさんのナンバーをお届けしていきます。Thank you.